ペイン。最高だね、ここ。ヤッホー。イエーイ。ということで今日は2日目ということなんですけど、いろんな方が来ていただいています、はい、2、3年前にハンターでお会いした方が、はい、今日来ていただいてますよね、はいはい、お久しぶりです。お久しぶりです。で今日はねちょっとこういううちのニューボードを、はい、ちょっとね試乗してもらって、ね、来ていただいております。扱いが雑そのぐらいの扱いをしても、うん、うちのねオリジナルボードはね壊れないから、壊れない、ね、大丈夫。インプレッションも聞いていきたいと思います。はい、はい、何それ何それはい、神です。エビノです。難しいことは分かりません。チャンネル登録は50度。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。撮ったでしょ俺のオープニング何を、まあ、ということで、はい、今日も名取に来ております、はい、2日目昨日とは全然違います、ね、フルグリップ。路面がだって濡れてない。フルグリップする最高版です。エビノのカービングチャンネル、こちらです。はい、ガーン。どうも。大樹さんが持っているのは、はい、何ですかこれは。うちのオリジナルのロズケ。詳しく、はい、説明して、ね、これはフリースタイルの人ためにちょっと開発した板になります。フリースタイルってアルペンボードと違ってハイバックまでしか行けないから、はい、ここでしか板倒せない、力が加えられない、うん、なので足が前に行かないように膝とかが行き過ぎないようにで関東を入れてます。こっちが前なのね。そう、こっちが前。カウントそんなに上がってないですね。でこれだけで足首が前に行かなくなる。そこで固定してくれるから、はい、スノーボードの練習になるから。おお、なるほど、ね、っていうとこかな。あとは基本的には俺らがやってるやつと一緒だけど、板がフリースタイルの板を使って、後ろで踏む人なんかもこっちの方がいいのかな。そうね、後ろで踏んで操作する人用だね。俺らの前後使ってとかじゃなくて、うんうん、後ろで操作して踏んで操作したりとか、フリースタイルの人とかそういう人のように開発したものです。なんかこの難しいことでよくわからないんだけどとりあえずフリースタイルの方におすすめのカービングのオフトレボードってことでいいかな。イエス。はい、乗りましょう。はい、じゃあカイさんちょっと乗せていただいてよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。めちゃくちゃ気持ちよさそうに滑ってる。気持ちいいですね、なんか楽しそうじゃないですか。楽しいですねこれ。ツートミジョシもいましたどうでした。いや、 やっぱり前にこれがある分、はい、突っ込まないんですかね。こう太さがあるからやりやすいんですね。そっちだと細いけどこっち太いから足が置き場がちょうどいいんですよね。あー、なるほどね、なるほどね、うん、これもアルペンなんでスノーボードは前向きだけどスケボーだとやっぱりどうしても横にしたくなるので、細いとやっぱり前にせざるを得なくなるけど、うん、これだとちょっと横にこうできやすいから滑りやすくなりますね。そういう方にもじゃあいいかな、うん、アングル横でも全然いけるの方ができるんで、うんうん、なるほど。フレックスとかトーション系は、フレックスは確かに柔らかいけどそんなに気にはなんないかな、うん、そこもこのホイールベースでやると柔らかくなっちゃうから。なるほどね、そういろいろやったのね。確かにターンするとこうやった時にはビョンっていくんだけど、はい、別に柔らかすぎるわけではないのでちょうどいいって感じですね。なるほど。これも販売対象しますね。欲しい方はフィーチャー加藤にメールをしてください、はいね、概要欄にスカスティのメールフォームありますので、はい、お問い合わせお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあ田谷さんインプレありがとうございました。ありがとうございます。この後もどんどん滑っていってください。はい、いっぱい滑りましょう、はいはい、よろしくお願いします。エビゾーチャンネルではカービングライダーとのセッションを楽しみにしています。皆さん一緒に滑りましょう。チャンネル登録は50人どうぞ。それでは皆さんまた。